はい、えー、こんにちは。前回ですね、介護職のストレスの原因ということで、私が5つピックアップして考えてみましたあ。その時は私なりの考え方をお話ししたんですけども、じゃあね、今回のエントリー、まあこのブログですけども、今回のブログエントリーを書かれた方はどのように考えているのかってことを今回答え合わせしてみましょう。まず1つ目、人手不足、労働条件の悪さです。介護業界は人手不足です。年々増加する高齢者の数に対して、 介護人員がが圧倒的に足りていないなのが現状です。人員を募集しても応募がなかったり新規採用しても丁寧に教育する時間をかけられず早期離職につながったりと人材確保定着が難しさに頭を悩ませている職場も多いでしょう慢性的な人手不足のために休みを希望通り取れないことは当たり前急な欠員が出た場合の残業や休日出勤は日常茶飯事しかも給料は最低賃金で賞与はなし そんな環境ではありませんかストレスが溜まってしまうのも無理はありません。えかなりね、従業員さんの目線に立った、ああ、レポートだと思います。え確かに、お年寄りの数は増えます。に比べて少子高齢化、若者の数は少ないですで。しかも若者は以前なかった IT みたいな職業に移りがちです。介護の現場に人が入ってこないのは、これは仕方がないのかもしれませんね。で、人を募集しても、 やっぱりね、教育する時間があまりかけられないんですよ。現場現場でなっちゃうんで結局畳みかけるように作業に突っ込んでしまってどう考えればいいのかどう自分を鍛えていけばいいのかっていうのは従業員一人一人の自己学習に任されているのが現状ではないかなと思います。ね。苦しいですよね。うん、まあでもこれ他の業界も一緒ですから他の業界一緒だから我慢しろってことはないんですよ。工夫が必要ですよね。 どうしていいけばいいのか今回ちょっと考えてみませんか何か考えがありましたらコメント欄で教えてくださいはいで慢性的な人手不足なんで休みが取れないってことがありますよねで急な欠員まああのー、突発的な欠員でね手の空いてる人がそこをカバーするために負担が幸せになってプライベートの時間すら取れないってことがあるんじゃないですかねでそういう形なのに給料は安くてボーナスがほとんどないみたいな状況 これではなかなかね勤務する意欲を失っちゃいますよね、うん、だからどうするこれを考えていかなければなりません、はい、次です利用者対応です介護職は感情労働と言われることがあります確かに感情労働とは自分の感情をコントロールして職務にあたることですつまり自分の気持ちをコントロールするのが上手な人が勝つってことなんですよ自分の気持ちをコントロールするのが苦手な人がこの職場に就くと結構きついと思いますよ 理不尽な理由で利用者から怒鳴られたり、介護拒否をされたり、利用者のご家族からお叱りを受けたり、ね。こんな経験あるでしょう。特に認知症を患っている利用者さんの場合は、医師の疎通が難しく、このような状況になってしまうことがあるんじゃないかなと思います。私もあります。たとえば本心では、わあ、利用者さんむかつくなイいらつくなと感じることがあっても、自分の感情をぐっと抑えて、笑顔で業務に当たらなければなりません。結構きついっすよね、それがね。こういった利用者対応の問題は、 解決が難しくストレスがどんどん蓄積されている傾向にあります。まあ、ですのでね、やっぱり自分をなりきらせることなんじゃないかなと思うんですよ。私の場合はね、任境ヘルパーっていうドラマを見ていてね、心の中でね、草薙慎吾君を、草薙慎吾じゃないや、草薙剛君を演じてましたけどね、顔は笑顔でね、えー、口調は穏やかだけども、本当だったらこうしてやるぞみたいなね腹の中で。<laughs> まあでもね本当に 人間の行く末ってのはなんかこうなっちゃうんだなっていうところを目にしてね目頭が熱くなったりすることもありますきっとこの人も若い頃は思いやりに長けて多くの人を導いていたんだろうなと想像するんですよねえ職場の人間関係で悩む人もいます多かれ少なかれどの職場であろうとも職場の人間関係によるストレスはあると言い方のきつい上司上から目線で偉そうな先輩いやこれはあなたのことですよ 上から目線でで偉そうでしょこの業界甘い気持ちじゃやっていけないよとかいうのが上から目線ってことなんですよ。ね、俺はそんな気持ちじゃないよっていうのを暗に言ってるわけですよ。いやー僕もまだまだなんだけども一緒に勉強していこうよ。君から学ぶことも多そうだな。あははって言えるような先輩にならなくちゃダメですよ。陰口ばっかり言ってる職員仕事を適当にする職員年齢もキャリアも多様な陰業界にはいろんなタイプの人がいると思います。 そう、自分の過去をね持ち出してくる人も結構いますよね俺が昔いたところはねとかねすぐ言うんですよねあなたのことですよ <laughs> ねえ苦手なスタッフと2人っきりでの夜勤とかね相当なストレスになりますだから目の前の人と仲良くすることが得意になったらいいですねたった一人でいいんですよ目の前のたった一人の人と仲良くするそれを繰り返していけばいいんじゃないですかまた職場環境の良くないところではいじめのような問題があったりしますねこれもありますね はい、じでは4つ目もちろんみんなが体を鍛えてこの業界に入ってくるわけではないんでやっぱきついですよね異常ににはある程度の力が必要になります、まあ車に乗ったりベッドに乗せたり夏場の入浴会場は圧落になるほどの肉体労働これもね私体力があったんでひょいひょいできましたけどもやっぱきついですよね実際に多くの介護職は肩こりや、えー、腰痛の悩みを抱えています さらに早朝出勤や夜勤があったりと出勤スタイルはまちまちで生活リズムを整えるのも一苦労身体的な負担は大きなストレスにつながるとまた2019年からの例の感染症でいろいろとね面倒になってしまったり身体的負担が大きいですよね自分が感染してしまったらどうしようとかクラスターを起こしたらどうしようみたいなねこういう不安を抱えながらやってるわけですよ、うん、本当にご苦労様です正直思うのはやっぱねもうちょっとね 介護従事者に手厚いなんかね報酬とか待遇を私は望みますね厚生労働省お願いしますそう厚生労働省に現状を訴えて補助金を多くもらったり、うん、いろんなねテクノロジーや人員の配置を考えてもらうのも一つの手だと思いますで最後なんですけども職場の方針ですねえー、現場の状況を見もせずにサービス向上や売上アップを求めるのが経営者の立場です 新人を育てる余裕もコストも人員も割いてくれません人材募集を生半可にしかしないで無茶なシフトで乗り切ろうとしてますよねでサービス残業に頼ってくるわけでしょ働く者としては立場がやっぱり弱い面とかここをクビになってもなかなか行くところがないっていう現状にやっぱりね足元見てくるわけなんですよだから対等の関係で雇用者と従業員であるはずなのに雇用者が一方的に強いみたいなそんな職場ないですか そこはですね、従業員一団となってストライキとか団体交渉権で臨むことが私は望ましいと思いますまあどちらにしても経営陣の方針に不満を持つことは正直だと思うんですよこれはねトヨタとか日産ですらそういうことが起きてますからねだから介護業界だけに特別なことではないんですよ規模が大きければ大きいなりの組合がそこにあったりとかね労働基準監督署がこういう時に入ってきたりとかさまざま非顧問も,も もう本当にねぐっちゃんぐっちゃんな状態なんですよ職場ってうのだからやっぱりね自分が選ぶ職場は本当に気をつけないといけないと思います使用期間を1ヶ月でもう本当にねそのぐらいがっっぷりと中に入って会社を見るぐらいのことでないと入ってみたらこんなはずはなかったってことが結構ありますからねそして残念ながら職場の方針は入社後に変わることも多いですルールとか契約っていうのは常に世の中の情勢に合わせて変わっていきますからね でそれれに合わさる柔軟さも持たなければなりません。つまり割り切るってことなんですよ。職場はもうしょうがないよねと。割り切って自分の方向を会社の方向に合わせていこうっていうふうにどっかで思っていかないと。自分の主義主張を表現する場じゃないですから職場は。自分の正義を振りかざす場所ではなくって、利用者さんをいかに安全に安心に導くか、その日々だと思うんですよね。まあ、だから難しいんだって話になりますけどね。なんかお考えありましたら、これもコメント欄で教えてください。 はいえー、新たな取り組みや会社の方針などすべてが、えー、決定事項として降りてくることが多いんじゃないでしょうか現場の声を聞き入れてもらえない環境はストレス一方で募るでしょうということなんで、えー、ぜひね団体交渉権というのを持って会社や経営者に当たってもらいたいと思うんですよやり方を説明します、えー、共同ブログを一つ作りましょうそしてそのブログに職員さんの現場を改善するためのこんなことになりませんか給料はこうできませんか 出勤手当はこういうふうにつけてもらえませんか通勤手当はこういうふうにやってもらえませんか利用者さんはこういうふうに配置してもらえませんか日曜日は絶対全員休みにしてもらえませんか残業はなしにするかもしくは割増料金、プラス50%をつけてください。みたいなことを匿名でいろいろみんなで書いてください。それを週に1回とかね、毎日でもいいんですけども、ある程度たまったら会社に提出する。もしくはそのブログを会社に見てもらうってことをやれば、会社としてもね、 従業員さんがどうやったら気持ちよく働いてくれるのかってことが見えますし、従業員さんのわがままで、これはちょっとね、付き合えないからこういうことを書くんだったらもうやめてよっていうふうな判断にもなります。結局、そのブログによって組合的な効果を発揮するってことなんですよ。経営者の皆さんも従業員の方がね、急に明日働かないって言ったら一番困るんですよ。まあですんでね、働いてる人はそれなりの権利を持ってます。団体交渉権ってやつです。 一人では抵抗しがたいことも、三人、五人、十人集まれば、一定の圧力になりますので、ぜひそういうふうにね、団結するという気持ちを持ってください。そうすることによって、仲がもしね、悪い従業員さん同士でも、一つの敵に向かうこと、目的に向かうことによって、もしかしたら新しい信頼関係の窓口が見えるかもしれないですよ。窓口じゃなくて糸口ですね。まあ、そういうふうに考えてみてください。えと、ー、介護の現場にいると分かりにくいかもしれませんけども、 株式会社で勤めるっていうのはそういうことなんですよもしくは組織で働くっていうのはそういうことなんですよはい、えー、私もね経営者の目線として今回、えー、ブログエントリーを読まさせてもらいましたけどもやっぱそれぞれに言い分もあるし納得できる部分があるとそして改善案もうやっぱりね探していけると思うんですよ是非ね自分はこう思ってるってことを全然関係ない人に愚痴るんじゃなくって職場の人と話し合える空間を持つことが大事だと思います 時間を合わせるのが難しければ、先ほど申し上げたように、匿名のブログを開設して、そこにみんなでね、思い思いのことを書き込むでいいじゃないですか。そうすると、誰がどういうふうに感じているのか、誰っていうのは特定できなくても、あ、自分以外にも同じことを考えている人がいたんだね。これは会社に改善を求めたら、もっと頑張って働けるよねというふうになると思うんですよ。給与体験ももちろんそうですよ。休日体験もそうですしね。そうやって職位とか地位を上げていくっていうのはどうでしょうか はい、じゃあ余計なことを申し上げたかもしれませんけども私なりにこのエントリーを見て感じたことをお話しさせてもらいましたあなたの感じたことをまたねコメント欄で書いていただければ幸いでございますそれでは以上です